ただひたすらコバちゃんとアイスを食べるだけの動画ここの真ん中にクッパがいたらもうさらに美味しい。クッパ先に食べ終わっちゃった。あ、そういうことか。アイス食べとったんやさっき。そう。クッパ真ん中に来て真ん中。でかいねんな、マジで。こんだけのスペース空けてきてるのにちょうどやね、3人。なぜか。これはなんだ。これナムコン。あ、なんか醤油をこういうやつ。どこ開けてる？三角袋あるある。どこから開けたらいいかわかんない。ちょっとつまみ引っ張って。ダメ。確かにこれ美味しい。美味しい。うん、美味しいけどスプーン。ガチガチ。いやさっきにもう刺して出してこう周りから取る。さすがなるほどね。道具の使い方までシャルだ。あいいねいい音だ。うまいね。あれ燃やした後ね。うん、あ、ほんと？うん、だから手、電気してたかなと思いました。めちゃめちゃごまの匂いするわ。うん、ごま？ラムテル。あ、これ？うん。これアイスと食ったら絶対うまくね。あ、これがそもそもうまいわ。まずはね、まずはね。あ、うまい。うまいわ。あ、クッパこれ、うん。これやばいって。これ絶対やばいって。やばいやん。じゃ、見つけちゃった。見ちゃった。絶対うまい。あ、これやばい。見つけちゃったね。うん、製品化したもん。せんべいの間にアイス挟むかって斬新ね。美味しい。でもこれって言ったらあれでしょ、うん、あのガイタレがマクド、うん、マクドのポテトにシェイクビュッてやるのと一緒でしょ、やってること。あ、これは売れるわ。あれだ、あのハーゲンダッツのさ、あんねんコンビニに、うん、クリスピーサンドみたいな、うん、クノヘバージョンだ、うん、うん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 、そのサンドしてるもんが南部せんべい。そう、めちゃめちゃ駅とかにあったら売れそう。ちょっとどころかガッツリガッツリさんでしょ。やっと、えいっ。サンドだな、これ。さ、この醤油コーティングされてるのがまたいいね、うん、バニラアイスとね。いや、多分醤油味のおかげで南部せんべいから、南部せんべいが最初からうまいね。最初からうまい。最初からアイス用になってる。ちょっとせんべい強かった。強かった。サンドは強かったか。いちごはちょっとまた違っちゃうかな。いちごはね、混ざらないです。混ざらんけど、あのごまが相性がいいな、クリームと。あ、でもこれめっちゃうまいな。うん、あ、混ざらないな。混ざらないか。いちごちょっとください。はい。あ、一応ってこういう感じなんだ。あ、うまっこれ。うまい。うまいよね。それ、バニラ。え、バニラ。あ、いちごうまいね、これ。いちご、ちょい乗せしたい、いちご。いちごね、多分そう、あの、なんか、別々食った方が僕いいかもしれない。単品でもうまいね、うん、じゃあ。ところが、だっけ？だけど、ちゃうだけども小島よしおばりの女の関係。あ、合わない言ったのに
ね、合わないね。いちごの風味がね、あの絶妙に醤油とね、喧嘩するんですよ。うん、口に入れた瞬間、合わなかったから、すっげえ面白い。うん、うわ、もうすごい大変。いちごと醤油で決めたと思います。うまいね。うまい。うん、めっちゃ美味しい。